よしこちゃん、雨乞いの儀式ってやったことある？いきなり何？チカちゃん、まさかチカちゃんもそっち系に目覚めたずら？そっち系言うな！雨乞いは何度かやったことがあるわ。あるんだ。じゃあ雪は？雪乞いはできる？雪？何？チカ、雪降ってほしいの？欲しい。だって今は冬だよ。春は桜、夏は海、秋は紅葉、そして冬は雪。日本の四季の代表ワードだよ。なのに、なのに、うちうらは今日も昨日も一昨日もここ2週間雨すら降らないポカポカ陽気だよ。冬なのに。ついでに言うと、明日も明後日もね、乾燥注意報なら出てるよ。内浦って雪があんまり降らないの？ほとんど降らないよ。降ったとしてもまず積もらないし。たまに思い出したみたいに雪予報が出る時もあるけど、実際に降るのは雨なんだよね。マリーはスノーより鍋を押すわ。すき焼き、寄せ鍋、トマト鍋。すき焼きに一票。雪が降らない結構ではありませんか。積もれば日々の生活に様々な影響が出ますし、溶けた雪で路面が凍結すれば事故も増えます。うん、それは確かにそうなんだけど、人生一回でいいから内浦で一面の銀世界を見てみたいって思わない？人生って、本音を言うと私も憧れるな。真っ白な内浦と冷たそうな黒い海、いかにも冬景色って感じだよね。小さい頃は冬の朝は雪が積もってないかなってワクワクしながらカーテンを開けてたっけ。その度に積もってなくてがっかりしたんだよね。マルも大きな雪だるまを作りたいから雪を降らせてくださいってうちのお寺のご本尊にお願いしたことがあったずら。効果は？なかったずら。きっと神仏に頼ってばかりいないで自力で頑張ることを覚えなさいっていうことだったんだと思う。自力で雪を降らせとは仏様もなかなか無茶ぶりするね。仏にできぬことでもヨハネの手にかかれば造作もないわ。約束しましょう、チカ。内浦に雪の雨を降らせることを。ヨハネ様。雪なのか雨なのか。鍋押しのマーリーも一面スノーワールドの内浦には興味があるわ。チカッチの切なる願いのためにマーリーも一肌脱ぎましょう。マーリーちゃん、何を企んでいますの？まさかお原家は天候を自在に操る技術を持っているのですか？いやん、そんなに警戒しないで。天気を操るのはさすがに無理だけど、持ってくることはできるわ。持ってくる？どこかから雪を運んでくるってこと？ That's right! うちで経営するホテルには積雪の多い地域で営業しているところもあるの。除雪した雪をここまで運んでもらうのよ。おー、本場雪国の雪を堪能できるチャンスが。雪乞いよりもはるかに現実的ではありますが、そんなことが可能なのですか？人の力で本当に雪を降らせられるずら。人間の技術に負けるわけにはいかないわ。どちらが先に内浦を白く染め上げられるか勝負よ、マリー。オッケー、今年の内浦は一味違う感じになるわね。マリちゃんの手配で本当に雪が来るとして、雪が来るなんて表現をする日が来るとは思わなかったけど、どこに運び込むの？学校？ブッブーですわ。そんなことをしたら大騒ぎになってしまいます。みんな喜ぶと思うんだけどな。チカちゃんの家の前の浜辺は旅館のお客さんも喜ぶんじゃない？あ、それいいかも。いや、ダメでしょ、あの浜辺チカの家のものじゃないんだから。ああ、そっか。
雪の置き場所だけじゃなくて使い道までバッチリ決まったよ。え、本当に？どこ？使い道って？あのね、今度商店街で冬祭りをやるらしいんだけど、そこでキッズスペースをどんな風にするかミト姉が悩んでたのを思い出して。冬祭り、確かにそのような催しの案が出ていると聞いたことがありますわ。うん、でね、それにマリちゃんが運んでくれる雪を使えないかと思って電話で聞いてみたんだ。そしたらキッズスペースを盛り上げるのに使ってもらいたいって。アクアプロデュースのキッズスペース、面白そうじゃない？面白そう。せっかくの雪を私たちだけで楽しむのはもったいないしね。雪が珍しいなら地元の子供たちにも楽しんでもらいたいな。雪がある地元のお祭りだなんて想像しただけでテンション上がる。フェスティバルで使用できるならますます気合い入れて集めてこないとね。子供たちと雪だるまを作りたいズラ。雪うさぎさんも作りたいな。ヨハネはマリの雪を待ちつつ儀式の準備もしようっと。祭り当日に雪のベールが沼津を、いえ静岡を覆うことここに予言するわ。はしゃぐのはいいですが、キッズスペースを任された以上安全に子供たちが楽しめることを考えなければなりませんわよ。そうだね、まずは雪を使って何をやるか考えよう。楽しみだな。